剣一族は闇より名を深き虚無に住まう者。古来人を殺めることを生業として暗殺術を送伝してきた者。その名は歴史の影に楔がごとくうがたれし者。虚無に心いらず、ただの掟のみ、使命果たすことのみ。ひとたび使命受ければ己を託すのは剣のみ。仕事は果たした。本師匠、なぜここに？問うあるか。その剣はお前のなんだ。うなされてる。嫌な夢でも見てんのかな。もう3日こんなだよね。死んじゃうかな。あ、嘘。食い物を持ってくる。待って、私も行く。ガキども、またやりやがったな。待ちやがれ。なんとやりゃ気が済む。馬だってこいっから馬兄ちゃん。おい、やべ、行くぞ。見逃してんじゃねえよ、おかみ。旦那、あれはいつもいつもこの辺荒らしてるクソガキどもでさ、手癖は悪いわ、人こと舐め腐ってるわ、チャリッと絶対ぶっからさ。またやられたな。15回目か。やかちゃん。まだ起きないよ。剣だけでは奪気には勝てぬ。何でも拾ってくるんだけどよ、まさか人間まで拾ってくるとはな。もう何よ。お姉さん、お名前は？3日間眠りっぱなしだったんだ。喉乾いてるだろ。あ、見えないの？これのせい？すごくここ熱くなってるの。ここは？よいしょっと。お前たち、ロアナ様！よく生きてたもんだ。他のみんなは？ダメだったば。そうか。おや、ご当主、もう動いても？
このお人が助けてくれたんでさ。これはあんたが。はい、トモン旅館おかみのエル・カレンと申します。ああ、あんたが知ってんでありますか。バカだね、有名なんだよ。それはそれは、随分と怖い噂をお聞き及びのようで。噂だけか。さてどうでしょう。あなた方はこの者が。世話になった。行くよ。はい。そちらのお二人より聞いております。娯楽島の顛末。あるかと会ったとか。手配書のあざの女です。マッシュー！次来たら殺す。もっとうまい稼ぎ方ねえかな。このあざはお前の定めじゃ。剣の者にのみ伝わる印。わしが剣に呼ばれたのはお前にこのあざの意味と使い方を正しく教えるためぞ。兄ちゃん、この人また稼げた？いまいち。ああ、やっぱし私がいないとダメね。なんかもっと手っ取り早く稼ぐ方法ねえかな。これいいかも。危ないよ。ねえ兄ちゃんたら。最後の剣一族、やはり生かしておけません。アゲハは楽器では仕留められないということでしょうか。不快だな。金作ってくる。え、売っちゃうの？ダメだよ。2本あるんだし一本くらいいいだろ。ちょっと兄ちゃん。ダメ。いいからよ。助けて助けて。なもん出せや。まあどっちでもいいけどよ。坊主、こんだけどこで手に入れた？ここじゃそういうこと聞かれないって聞いてきたんだけど。じゃあこんだけだな。こんなに？じゃあこの剣は？うん、やっぱりいい。うわ
どうしただば。これは天性。古来闇より来る魔性と通じたい時、祈祷に使われたものぞ。人の頭の中身を酔わせ惑わせる。剣一族は毒を毒として使わぬ。それゆえ人にあらぬものを見せる毒として使う。毒、剣も同じ。斬るだけにあらず、生かすために使うべし。剣は殺すもの、生かすとは。考えろ。考えるのが人間ぞ。見えない。私の剣か。ちょっと借りた。いっぱいある。すごいね。あー、売らなかったんだ。あ、これ洗っといたけど。剣は兄ちゃん持ってった。そうか。生き物は皆殺生しなければ生きてはいけない。故にお前さんたちのような仕事が生まれることは理解しよう。殺めるためのみに殺めるなかれ。欲得で使うな。されば剣が死ぬ、己も滅ぶ。剣が死ぬ。どう？形覚えた？これは手鏡か。当たり！おかえり兄ちゃん。すげえぞ。ほら、三段重ね。剣を返せ。おっかねえな。何に使った？いいだろ、金作ってるだけだ。生きるために剣を振るっているか。当たり前だろ。こいつがあればみんな俺の言う通りだ。こいつを見せれば金も食い物も俺のものになる。生きるために使ってんだからいいだろ。あんただってこの剣で稼いだもの食ってんだしさ。この剣俺にくれよ。いいよな。剣は欲得で使ってはいけない。意味わかんねえよ。この剣はお前のなんだ。お前は剣に溺れている。バカ言ってんじゃねえよ。剣の痛みを知る。何に使ったの？あ、剣よ。ただ食い物を持ってきただけだろ。あの人怪我したじゃない。あいつが勝手に剣を掴んだんじゃないか。お前ら、うん、娯楽党と知って喧嘩を売るのかい。どけお前。ああ私の店で騒ぎは許しませんよ。ああ胸くそ悪いぜ。アルカの野郎、やっと命中させたってのに逃げられちまった。アルカ、まあ、あれは誰だ。誰とは。あの白い顔した黒いやつ。ああ、ジンバレルか。あの黒いモヤモヤは。
あれは脱皮だ。人を壊す君の悪い魔の力だ。脱皮？アルカもジンバレルも人間じゃない。あれは化け物だよ。化け…化け物ってくったらねえ。化け物ってどういう意味で？人間の感情が何もない、ありゃ生きる死人だ。脱皮を受けてもアルカだけは動き続け、普通なら生きていられない。あいつ絶対生きてる。そう簡単にやられるはずがねえ。どうかな。死んでるかもしれない。奴らが気になる子供を見ている。いい、あれは多分あの客人の剣であります。ダバ剣。欲得で使うなって言ったって、他に使い方なんてわかんねえ。おい、どうした。いきなり子供が飛び出してきて。ったく、おい、危ねえだろ。うわっ、ダメ。裏門近くでセデルの筋の者が物の運搬中に子供に襲われたと。子供に？いつ？つい先ほどのことだそうです。獲物は剣だとか。おい。はい、これでよし。肩も綺麗になったよ。よかった。兄ちゃん。戦利品だ。お花？なんだよこれ、金にならねえぞ。触るな。どうしたの？それは天性だ。天性？金になるのか？毒だ。生きてる。兄ちゃん。これからどうするの？人を探す。一緒に行く。ダメだ。手を引く人いるでしょ。もう見える。じゃあ私はいらないか。探してる人どんな人？会えるといいね。使うからこそ剣で生きる意味を。お前の仕事の是非を考えろ。あざを持つお前にこそ言う。剣に生まれたことを否定せよ。今日も明日も息をする。生きているから息をするのか、息をするから生きているのか、それが人だというのだろうか。あの、
なたは。あなた、この町の偉い大人だよね。私に仕事ください。どんな仕事でも逃げ出さないかい。下働きからよ。はい。いらっしゃいな。